テロリストである CAD の討伐を進める船乗り猫協会。アスガルドの投入によって一方的な蹂躙が続いていた。さて、タルカの峡谷の CAD 討伐も順調なわけだが。隣接セクターはゲート前にステーションがあって危険。アスガルドを先頭に突入するしかないな。テロリストを排除したのはいいが、アルゴンが進出しているのは問題だ。やはり少々、手を入れるべきかな。すでに機雷満載の刀がアルゴンステーションに向かっている。おっと、うちもらしの CAD ステーションがあったか。メニカ艦隊に排除してもらって、その間にちょっと工作しておくか。機雷を設置していいの。識別型機雷80個。一発だけなら5射。5射ならしょうがない。これで管理センターが減って FRF の領土になるかと思ったんだが、真理の待ってステーションには管理センターが2つ。それと別に防衛プラットフォームがあって、合計3箇所の管理センターだったために領有権は変化しなかった。作戦失敗か。このダメ人間。刀には機雷補充してもらって、その間に正規師団の支援もチェックしておかないとな。正規師団の領内の流通をチェックしたところ、船体部品不足の原因が判明した。なんだったんよ。精錬金属が安く売られて高く買い取っている。つまり、原料の輸送が滞っていたわけだ。そのため、ボールドリック数隻を正規師団領内での精錬金属輸送担当にした。精錬金属専門の仲介業務。これで船体部品の製造が加速して艦船建造も助長できるはず。それと、ステーション建設のミッションを受注して、スクラップ再処理モジュールを追加して譲渡し、エネルギーセルとスクラップメタルの需要を調整して交易の利益を底上げ。美貌にも同じ手段で交易を強要し流行度と利益を稼いでいる。スクラップメタルは実質無料だから、売却益がそのまま利益になる。なぜか赤字表記だが。それは多分工場稼働直後のリック態度からのスクラップ買い取りが原因。今は買い取り拒否して自社生産のみになっている。再処理モジュールが建設中でスクラップメタルの処理効率が低いから、しばらくは交易資材として利用していこう。地道に流行度稼ぎ。でアブシット艦隊でヘロン E の調達をしようと思っていたが、重責機械力輪のヘロン E が財務省に駆られてしまい、前回の一隻以外の成果はなし。海兵満載の路角ヘロン E が無駄になってるな。輸送船調達に失敗して輸送力不足のまま、代わりにボールドリックを増産して造船や正規師団支援に投入。それも力輪に妨害されて踏んだり蹴ったり。こっちも手を打たんとダメかな。とりあえず、正規師団関連の対応もそこそこに。刀の機雷補充を待つ間に CAB 討伐を進めよう。ゲート周辺の CAB ステーションをアスガルドで排除するぞ。ザイアースの障害を減らして、タイアルゴンに集中させるのだ。アスガルド発進。ようそろう。確保座戦闘用意。ゲート突入。戦闘開始だ、撃ちまくれ。確保座ウェポンズフリー、自由射撃開始。監視上げ40度、飛行用意。ようそろう。砲台トラップではなかったようだな。ゲート前に防衛ステーションを設置して侵入を阻止されると厄介だよな。今回は普通の工場だったようだ。まあ、見逃すつもりはないが。飛行タップ打ち。ぶっ潰せ。よし、次のステーションに向かうぞ。セタデジタン。アスガルドによる圧倒的な火力を前に無惨していく CAD ステーション。二つ目のステーションも破壊。圧倒的じゃないか、我が軍は。その後も CAB のステーションを蹂躙していく船乗り猫協会。
なすすべのない CAD は次々にステーションを失い、本拠地の交易ステーションまでも失うことになる。アスガルドはオーバーキルだったな。全滅してからそれかよ。とりあえず、残存艦隊の反応がある隣のセクターに出向くべ。せめて戦闘らしい戦闘をしてやらないと虐殺扱いされかねん。敵多数接近。よし、対空弾幕展開。スプリットの高機動力に注意。なるほど、全然当たらんな。攻撃しようと突っ込んだ鉄器をヘッドオンで潰していくしかないな。何気にドラゴンの火力が怖いが、アスガルド相手ではな。いや、結構手こずってんぞ。何？時間の問題だ。Danger. 全然落ちないぞ。むう、うるさいコバイドもめ。手を変えていくぞ。何する気よ。行け、ファンネル。なんだよ、結局いつもの手じゃねえか。だって最初からこういう運用前提だったし。レーザータワーバリア展開であっさり処理。CAD 戦闘機部隊を殲滅。パラウール3機が放置されてるぞ。お、全部確保して魚雷艇に追加しようか。レーザータワーバリアは停止してマグネットで回収。CAD が残るセクターは残り1つ。まあ、どうせ敵艦隊もいないだろうから。残りは NPC に任せて、俺たちはアルゴンに対する工作をしていこう。ところ変わってアルゴンよ。管理センターに識別型機雷を設置して、自爆。一気に吹き飛んだな。防衛プラットフォームの破壊工作成功っと。続いて心理の間の機雷も起爆。こっちは敵対しないのな。なんでだろうね。ともかくアルゴン管理センターの排除に成功。マップ北東部をスプリット勢力の領土に統一。アルゴン領土に牽制の一手を加えられたぞ。チクル族領もザイアース領に組み込めたな。これでザイアースは FRF の支援を受けやすくなった。間に挟まっていたアルゴンがいなくなって効率的になったな。これまではアルゴンにザイアースと FRF の交易を妨害されていたが、アルゴンと CAD の排除でザイアースの資源事情は大幅に改善される。破壊工作で勢力図の調整。やってることが悪の秘密結社みたいになってきたな。何を今さら。アクセラレーター Unknown Sector。 タルカの峡谷の先にある未確認セクターも偵察しておくか。Entering Arcus Ravine 4. Arcus Fall。 タルカの失墜。ゼノンセクターだ。ふむん。せっかく CAD を排除してザイアースの地盤を固めたのだから、高校のお礼を立つべきだろうな。せやな。メニカ艦隊でセクターを偵察させつつ、アスガルドとトモットキャット艦隊でゲート周辺を制圧しよう。お、テランのファルクスかな。テラン介入軍が先に仕掛けるようだ。中型小型だけでステーションを突っついてもな。ファルクスならメソンストリームでタレット狙撃とか。タレットの死角からメソンでモジュール殴る方が早くね。まあ、NPC にそんな器用な真似はできないだろうが。テランが突っついたせいで防衛ドローンが飛び出してきた。テラン軍部隊全滅。地方用意。ファイヤモジュールで二次爆発確認。右に回答、照準修正。ようそろう。メニカ艦隊は二手に分かれてセクターを偵察。おっと、この反応は。IQ1 と KQ2 の艦隊だ。中型小型の随伴機もいるぞ。アスガルドとの対決をお望みのようだな。ついに戦艦同士の艦隊決戦か。とりあえず、メニカ艦隊を呼び戻して包囲させよう。面火事で進路は IQ2。思おうか、アージ。ステーションはゼノン艦隊を送ってからだな。攻勢をバックに敵艦隊。おっと、敵の残骸。メニカ艦隊が敵艦隊後方に展開。念のためにパラウール雷撃隊にエンジンを狙わせておこう。テロリストから路獲したパラウール改造雷撃隊。目標まで32キロ。前進このまま。中型小型の随伴機はメニカ艦隊が対応。順調に撃破中。完璧な行為。
IQ とはがっつり正面を向き合っているが、慶中は分散して対応しようとしているな。メニカ艦隊との強撃成功。間もなく飛行射程内。さて、アスガルドの飛行が IQ にどれだけ通用するか。トラベルモード解除、前進継続。照準はタレットを優先。パラウル雷撃隊が攻撃開始。しかし、NPC だから的になってる。想定内。飛行射程内だぞ。トールハンマー発射。どっちかというとハイメが有飛行だと思う。すごい勢いでシールド剥がれてる。タレット狙いとか意味ねえなこれ。IQ をあっさり撃沈。飛行冷却がオレンジゾーンに入ることもなく沈んだな。このまま KQ も沈めようか。メニカ艦隊が KQ 一隻を撃沈。飛行によるアウトレンジで一方的に沈めたな。インレンジ。ファイヤー。飛行冷却ゲージ半分未満で KQ 撃沈できたぞ。つまり、アスガルド飛行は冷却なしで KQ 二隻を撃沈できる。IQ も1聖者で瞬殺し、KQ は2隻を瞬殺できると。こんな強力な船を多数保有するテラン軍は、なぜにゼノンにてこずってんのか。ゼノン艦隊を殲滅。その後、抵抗もなくステーションを破壊。アスガルド強すぎ問題。タルカの失墜を解放。ザイアースの背後は守られた。本社、無料のうちにセクターを確保しておきましょ。タルカの失墜はガス資源が豊富。日光も 131% だからエネルギー不足の心配もないし、ガス資源の製品を作って FRF との交易で有効度を稼ごう。 IQ 艦隊も船乗り猫協会の敵ではなくなったな。なんかもう艦隊戦で負ける気はしない。タルカの失墜を攻略中に資金が20億到達。造船量も大繁盛。そろそろテラフォーミングでも開始したらどうだ。そうなるとテレポートの研究を進めんとな。ボソタと相談しよう。ってなわけで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。テラン海入軍より成果上げてるよな。銀河の命運は船乗り猫協会にかかっているのだ。